9月5日の運の塾通信をお送りします。これはですね、習近平の IT 企業への攻撃は中国の行くべき道筋を変えるだろう、そうしたことは自滅的になりそうだ。これでこの半年ぐらいですかね、あの習近平が最初は例のアントの上場から始まったんですけれども、アリババだけじゃなくてディーディーとかですね、タクシーのタクシーソフトですよね、ディーディーとかいろんなそのテンセントとか IT 企業に対して締め付けをかけてきたんですね。で、株価が IT 関係は軒並み半分ぐらいに落ちてしまったんですね。でさらに最近は教育事業ですね、オンラインので利益を上げてはいけないというようなことを政府が言い出して、株価が 95% ぐらいオンラインの教育している会社の株価が 95% ぐらい暴落してしまったんですね。で、まあその意図としては結局 IT 企業の大手が独占的に市場を支配しているっていうことに対して、まあ、政府がですねやっぱりもっと広く企業に対してワンプラットフォームではなくて利用できるようにするということで、やっぱり一般大衆に対して料金体系の見直しを迫ったんですね。それからオンラインの教育事業についてはやっぱり過熱してるんで、やっぱり少しクールダウンしようっていうのが政府の目的のようですね。今中国は日本よりもっと熾烈な受験勉強が行われていてですね、まあ、生徒が朝5時半ぐらいから夜10時ぐらいまで勉強してる、週7日ですね。そういう実態を改善しようというのが背後にあると思いますね。そういう意味では今回の IT のまあ、大企業に対する、まあ、制裁ですよね。意図っていうのは、まあ、正しい反面ここでは自滅的になりそうだっていうのはIT 企業がやっぱりその経済をリードしてきてるっていうのがあるんですね。でそうすることによって中国経済がやっぱり、まあ、アメリカもそうなんですけどもIT 産業に打撃を与えると、まあ、経済が減速してしまうということがやっぱり一つの大きな気がかりですかね。まあ、中国を攻める話がずっと多かったんですけど、今回はどちらかっていうとやっぱりアメリカよりも独裁政権ですから、やっぱりその市場の公平さとか、それからまあ国民に対するそのなんとか便宜をどう図るかっていう意味ではもう直裁的で、この写真に出てるようないっぺんにその IT 企業のですね独裁状況を打ち壊してしまうというそういうことですね。まあこれ2回3回かな、結構内容としては難しい内容なんですけれども入っていきますね。それからエコシステムっていう言葉があるんですけど、これちょっと説明しますね。主に情報通信産業において動植物の食物連鎖や物質循環といった生物群の循環系という元の意味から転化して経済的な依存関係や協調関係、
また強者を頂点とする新たな成長分野でのピラミッド型の産業構造といった新規な産業体系を構成しつつある発展途上の分野での企業間の連鎖関係全体を指すのに用いられる用語である。まあ、エコシステムとか収益活動協力体制、まあ、最近ではエコシステムで言えば、まあ、通じてるようですね。では中に入りますね。過去20年間で中国が達成した中で最も印象的なのは IT 産業の勃興だ。アリババはアマゾンの2倍の e コマースの取引を達成している。テンセントは12億人のユーザーを持った世界で最も人気のあるスーパーアプリを運営している。中国の技術革新は国内の長期的な経済成長、経済見通しを変革してきている。 IT 産業は製造業を飛び越えてデジタルの医療や AI のような新たな分野に進出してきている。中国の繁栄を推進すると同時に魅力的な情報産業はアメリカの優位性に対しての挑戦の基礎でもある。だから IT 産業っていうのはアメリカもそうですけど渦中なんですよね。ことごとこのことがなぜ習近平がこの国の4兆ドルの IT 産業への攻撃がショッキングなのかの理由だ。ですね、4兆ドルなんですね。アメリカガーファーが昨年で8兆ドルありましたからね。ものすごい勢いで伸びてきてるってことですよね。数多くの企業に対して50以上の法的な規制を行い、反トラストの侵害からデータ批判に至るまでの困惑するような一連の疑わしい要項である。政府による禁止と罰金の脅威は株価に反映してきていて、投資家に1兆ドルの損害をもたらしてきている。1年間で株価が半分になったんですね。 IT 産業全ての平均が。習近平の直近の目標は IT 産業の実力者を謙虚にさせ、手に負えないデジタルマーケットに対して監視官に規制させることだ。しかし今まで説明してきたように共産党のもっと深い野心はその青図に従ってその産業を再設計することだ。中国の独裁者たちはこの国の技術的な優位を固め、競争を煽り、消費者に利益をもたらすことを望んでいる。だからもう独占的な IT 産業そのものをもっと、まあ、国家資本主義っていうか、そういうふうなこう資本主義、まあその IT 業界が独裁的になっちゃってですね、それに資本主義を導入しようということですね。地政学がこうしたことを駆り立てている、でもいる。アメリカの技術によって作られた。作られた部品へのアクセスの制限が中国に意味していることは、半導体のような重要な分野においてもっと自立させる必要があるからだ。これアメリカの技術によって作られた部品へのアクセスの制限が、今アメリカはその中国がアクセスできるようにしてるわけですよね。ですから中国政府は自分の国が自立しなきゃならない、そういう意味ですね。ソーシャルメディア、ゲームの製造企業やその宅配への取り締まりは優秀な技術やプログラマーをそうした方向に導くことができれば、このようなハード面での技術が利益をもたらすかもしれない。しかしながらこの攻撃は政府のね、大きな賭けであり、企業と経済成長に長期的な損害を与えてしまうかもしれない。そりゃそうですよね。4兆ドルですから半分になったら大変ですよね。
20年前中国は IT 技術の奇跡の境界を乗り越えられないように見えた。シリコンバレーはアリババのような新興企業を真似する企業だとして退けた。 e コマースや電子支払いで彼らに先行するまでは。今日73の中国のデジタル企業は100億ドル以上の価値がある。その多くは西側の投資家とか外国で教育を受けた経営者だ。ダイナミックなベンチャー投資の協調体制はこれエコシステムですね。新たなスターを送り出し続けている。中国の160のユニコーン、10億ドル以上の価値のある新興企業のうちの半分は AI、ビッグデータ、ロボティクスのような分野だということですね。今日は第1回目ですけど、いやー中国すごいですね。僕びっくりして、初め何だか分かんなかったんですよね。この中国の、政府の取り締まりがなぜジャック・マーを責めるのかよく分かんなかったんですけど、 IT 企業のそれぞれがアリババとかテンセントとか独占企業っていうか独裁体制になっているんですね。それをもっと民主化しようっていうのが政府の意図ですね。すごいですね。アメリカはどうするんですかね。すごいですね。